この動画はご覧のスポンサーの皆様のご提供でお送りしておりますですわ。前回のあらすじ、ヘンリー君ことアカレちゃんはラタイエの執行官から衛兵任務を任され、スカリチェ難民とラタイエ住人とのいさかいを収めたりしました。しかし閉店時間になっても営業を続ける酒場で、疲れからか不幸にも黒塗りの高級馬に追突してしまう。後輩をかばい、全ての責任を負ったアカレちゃんに対し、ラタイエの主ハヌシュキョルに言い渡された示談の条件とは。って何この原稿は。デブリーダーの皆さん、どうも、絆あかりです。皆さん、どうも、ゆずきゆかりです。絆あかりの中世ボヘミア一人旅、第7話を始めます。そういえば、ゆかりさんは、自分のこと、ゆかりちゃんっていうの？なんです突然。いや、前回動画で、ゆかりちゃんが楽しそうで何より、とか言っていたので。いや、あれは原稿ミスなので、私のせいじゃないですよ。本当に？はいはい、からかうのはそれぐらいにして、それでは西洋甲冑の話。甲冑を構成するのに欠かせない素材として、今回は、皮の話にします。え、素材から兜の話するとか言ってなかった？あかりちゃん何言ってるんですか。甲冑には金属以外にも布や骨皮といったその時代の人が触れられる全ての素材を使って自身の命や家族といった所属集団を守るために全力で知恵を絞って作られたものですよ。もし甲冑が金属だけ出てきていたら柔軟に動けず装着も非常に困難になります。そもそも金属の生産量は19世紀によるまでそれほど生成できなかったので、金属自体が今と比べ物にならなくらい貴重だったんですよ。その証拠に一部の王侯貴族が所有していた甲冑以外は基本的に潰され再利用して新しい甲冑を作ることが当たり前で、一般兵が着用していた甲冑は主に地中から出土したものや倉庫の奥で見つかったものが多く、まともに形を残しているものは非常に少ないんですよ。ゆかりさん、分かったからみんなを置いてけぼりにする速さで話さないで。ああ、すいません、ついカッとなってしまって。では、改めて、甲冑と革の話、基本的には、動物の革を加工、処理して利用しやすくしたものを革と言います。つまり、未加工のものが革で、何かしらの処理を施されたものが革になるんだね。どんなものが革にできるの？おおよそ思いつくすべての動物と言っても過言ではありません。代表的なものとしては、牛や馬豚といった哺乳類や、ワニヘビといった爬虫類、ダチョウなどの鳥類、そしてサメやサケといった魚類も対象になります。食べた動物の皮を利用するところから始まったのかもね。動物の皮そのままだと付着している皮下脂肪や肉、そして残存する毛によって腐敗がしやすくなったり、また時間が経つと硬くなってしまいます。これを防ぐための処理、なめしをすることで腐敗を防いだり、形を整えたり、柔らかくして利用しやすくします。どんな感じでなめしてるの？最古のなめし方法として、今から100万年前から1万年前ぐらいの時期に乾燥させる乾燥なめしをしていたみたいです。しかしそのままだと硬くなり利用しにくくなるので、乾燥中に叩いたり揉んだりするようになったようです。ゆかりさんは揉めるの？何をです？その後、火から発生する煙に生肉をさらすと燻製肉になり、保存が効くことを発見しました。これを皮にも適用すると腐敗しにくくなり、耐久性に優れた製品となりました。燻製なめしの発見です。生肉を焼いて食べるときに近くに生皮を置いていて気がついたのかな。そして脂肪分などの油が多い皮を燻製なめしにすると一層柔らかくなることを発見し、これにより動植物の油を塗ってから叩いたり揉んだりする油なめしが登場します。オイルマッサージに進化。この燻製なめしと油なめし、そしてその2つを複合したなめしが紀元前8000年前から始まったと言われています。日本だと縄文時代の頃だよ。そして、多く山津の倒木のそばで死んだ動物の皮が腐敗しにくいことや、生殖のため使っていた柵炉の実などで処理すると、こちらも腐敗しにくいことを発見します。この植物の成分を使ったタンニンなめしが、紀元前3000年前頃に、オリエントつまりエジプトあたりで始まったと言われています。また、エジプトや小アジア周辺では、天然に存在するミョウバン石近くの沼地で死んだ動物の皮が腐らず残っていたことを発見し、これによりミョウバンなめしも同時期に始まったようです。タンニンなめしによる皮は、一度濡らして形を整え乾燥させると、その形を維持する性質があり、様々な加工品が作られました。また、タンニンなめしは赤みを帯びるためレッドタンニング。ミョウバンなめしは白くなるので、ホワイトタンニングと呼ばれるそうです。科学的処理の始まり、そういえばゲーム内にある比較屋では、桶を棒でかき回しているところが見られるけど、あれって、タンニン液につけているところなのかな？もしくは、水で洗浄中かもしれません。さらに、19世紀頃になると、金属のクロムを使ったクロムなめしが発明されました。クロムなめしによって、今までのなめし処理よりも、水を弾きやすく、染色しやすくなり、柔らかい革製品を短時間で、大量生産ができるようになりました。現代で衣服に使われている革製品は、このクロムなめし製品が多いらしいよ。では、革が、どのように甲冑に使われたかについての話。ようやく本題に入ったよ。最初は、未加工の皮、もしくは、乾燥なめし皮を、着衣やコート的に使用したそうです。よくある未開人のイメージ画像っぽい感じかな。その後、油なめしなど柔らかくなるなめし方法が発見されると、皮をマントのように装備して、盾の代わりにしたり、
剣を吊るす、ベルトや盾の取っ手に使われるようになりました。紀元前5世紀頃になると、古代ギリシャで、青銅製の鱗金、レピスを、表に複数縫い付けた、ギュアロンのベースとして、革鎧が使われます。スケールアーマーとも呼ばれているよ。紀元前4世紀の共和制ローマ時代では、革鎧の表に、鉄製鱗金を取り付けた、ロリカ・スクワマタが登場します。ロリカ・スクワマタは、後の人が付けた名前で、当時の呼び名は、わからないらしいよ。そして、5世紀頃に、西ローマ帝国が崩壊したため、進化は停滞し、メールの時代が続きます。文化の停滞、ゆかりさん。なんです。解説中に、そろそろ、ゲームの方がカポン君との待ち合わせ場所に着くので、実況に戻りたいんだけど。ああ、じゃあ待たせてください。いえ、これゲーム実況。こんな中途半端なところで解説止められるわけないじゃないですか。待たせてください。はい！どこまで話しましたっけ？西ローマが崩壊したところまででしたね。そして、11世紀頃になると、クロスボウの発達により、メールでは防ぎきれなくなってきました。そこでなめした皮を蜜蝋などで茹でて硬化させた茹で皮で、腕や膝を補強したりし始めます。さらに、胴体部分には、革鎧の裏地に、複数枚の鉄製の板を貼り付けたコートオブプレートや、さらに小さい鉄片を、革鎧の裏地に取り付けたブリガンダインが、15世紀初めまで利用されました。今まで、革鎧の表に金属を取り付けていたのに、なぜ、ここで、裏地に金属を取り付けたの？このあたりは記録がないので、理由は定かではありませんが、裏地に金属を取り付けることで曲がった時の隙間を減らしたり、炎天下での金属加熱を防ぎたかったのかもしれません。そして、15世紀になり、板金製甲冑が全盛になると、革は、以前から続いている部品をつなげるベルトとして活用されます。この写真は、15世紀中頃のゴシック式甲冑のプレートポールドロン、つまり板金片当てを裏から見た画像なんだけど、下側が、背中の方で、上側が胸の方に来るようにつけるんだ。そして可動範囲が多い胸側が可動性の良い革ベルトで、あまり動かない背中側はスライドリベットになってるよ。これは可動範囲を確保するとともに、もし革ベルトが切れてもリベット止めがあることでバラバラになることを防いでいるんだ。その後、プレート甲冑は戦場の変化により不要のものとなりました。かといって防具なしで戦場に赴くのは怖いので、一部の部隊では革鎧をつけたりしていたそうです。アメリカ海兵隊のあだ名の一つであるデザーネックは、1775年に設立された大陸海兵隊が首周りの防御のためと、隊員の顔を立てておくために革製カラーをつけたことが起源だよ。ちなみに、人が噛むことでなめす方法もあるようで、北極圏周辺の先住民族たちで現在も行われている方法だそうです。ゆかりさんがやったら需要ありそう。なんか変な意味ありません。このゲーム内でも革が取れるので、クラフトできる DLC とか出たりしないかな？今のところ、一部のクエストで取ってくるように言われるだけで、ほとんど関わりがないので、そういうの欲しいですよね。それでは、今回の解説はここまでとします。次回は、甲冑といえば欠かせない素材、金属についてお話しする予定です。だんだん解説長くなってるけど、みんなついていけてるのかな？みんなお待たせ。このあかりちゃんの時間がやってきたよ。何ですかそれ。夜明け前に大手城に来るように言われたけど、もうカポン君待ってる。一緒に狩りに行くの楽しみで寝れなかったのかな。貴族って周りにスケジュール管理する人がいたりするので、時間になったら起こされたんじゃないんですか。うま、そんなのないよ。スカリチェの人をノックアウトして集めたお金と、ダルンベルクで寝ている衛兵から奪った装備しかないですからね。走ってついていくの。手加減してもらえば可能そうですが大変ですよね。レンタルホースとかないの？さすがに無理なんじゃ。走っていくの大変じゃん。ちなみに、この時、すでに馬を所有していると、この選択肢は出てきません。カポン君は、あんなこと言ってたけど、サプライズとして乗れる馬あったりするんでしょ？ダメみたいですね。ガーン！狩り場というからには、町から遠いんでしょ？そんなところまで走るの大変じゃん。これ以上面倒を起こすと、馬主教との関係が悪くなるので、素直について行った方がいいですよ。そういえば、従者って他にいないのかな？いないみたいですね。騎馬1、徒歩1、犬2頭の編成か。一応とはいえ、次期ラタイエ当主の狩りなのに、これは寂しい。これは、もしかして、ハヌシ教の策謀があるのでは？それはない、とも言えないんですが、どうなんでしょうか？カポン君を、亡き者にしたい人の手先が襲いかかってきたら、手先をやっつけて、カポン君の覚えめでたくなるのも、悪くないな。妄想はそれぐらいにして、ちゃんとついていってくださいよ。はいはい、わかってますよ。走るのかな？あれ速度が変わらない。今通常速度で移動してるけど、これならついていける。それじゃそのままついていきましょうか。しかし、
狩りに行くのにこんな早く出発する必要あるの？明るいうちに狩り場に到着しないと獲物が見えにくいんじゃないんですか？なるほど、確かにそうだね。酒場、ああ、殴り合いになった時の、もしかして続きをしたいのかな？そういう感じの口調ではないみたいですが。おや、カポン君、反省を口にするとか思ったよりいい人なのかな？ちょろい、ゆかりさん、何それひどい。さすが貴族様、プライドが高い。まあやろうと思えば、あかりちゃんを縛り首にできたりしますからね。マジック教と顔見知りでよかった。まあ、向こうも反省の色を見せたから、こちらも反省の色を見せるのも悪くないよね。お互い様的な感じの演出ですね。あれ、引っかかっちゃった。セリフ途切れてません。ちょっとカポン君、突然黙んないでよ。気まずいじゃん。このゲーム、ちょっとした障害物で引っかかることがあるのが辛いですよね。膝元ぐらいの高さの塀とか乗り越えてほしいね。狩りの話か。中世の狩りは食料を得ることはもちろん人々の娯楽の一つでありました。しかし基本的に狩猟の場となる森林は貴族や聖職者たちの所有物であるため、勝手な狩猟はできませんでした。特に獲物を追い込む勢を多く動員する巻狩りは実戦に近い演習として貴族が重要視していました。まさに貴族の遊びだったんだね。とはいえども庶民にもその機会がないわけではなく、農作物に被害が出たりした時は害獣駆除として特別に狩猟許可が出たそうです。あとウサギは禁猟の範囲外だったらしく、庶民が飼っても問題なかったそうです。ゆかりさんは庶民派なの？私のトレードマークがウサギだからってそれは関係ないですよ。そして狩猟で動物の皮も手に入れて加工して革製品を作ると、ここで解説とつながってくると、ああ、ヘンリー君のトラウマに踏み込んでくるのか。ヘンリー君的にはまだあまり話したくない話題ですよね。ラジック教から聞けばいいじゃない。年上で聞きにくいんですかね。ヒューマンズアタックスカレッツ anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel.No, not at all, sir. It's just that... Well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Oh yeah, 勝手にファストトラベルになった。こう見ると結構北に移動するんですね。これなんかあったら帰れるのかな。山賊に襲われなければ大丈夫かと。で、ここが言っていた野営地か。テントと囲んである感じなんでしょうか。2人しかいないのでそんな大きくはないんだろうけど。読み込み長いな。始まりましたね。あれ、動かせない。あ、動かせた。ここは馬を止めておく場所らしいですね。いつかこんな馬に乗れるといいな。真面目にやっていけばできますよきっと。しかしこの犬はちゃんとカポン君の後ろについていって偉いな。貴族が飼ってるだけあってしつけが行き届いていますね。もし今後の DLC でパートナーを連れていけるならこういう動物を連れていけるといいな。犬をパートナーにすると結構便利だったりするゲームあるので、そういうのも悪くないですよね。おっと、従者としての仕事だね。カポン君の馬からワインとベーコンを取ってくるんですか。馬から降りるときに持ってくればよかったんじゃない。ただのうっかりさんなだけかもしれません。可愛いゆかりさんならそういうの許せるけど、カポン君じゃな。そんなこと言っても何も出ませんよ。何も出なかったか。ではワインとベーコンを届けましょう。はいはい、そうだったね。届けるものをEボタンで選択して、届ける必要があるものをすべて選択したら、エスケープキーで抜ければ、配達は完了だよ。まだ狩りは始まってないですよね。何か、深い意味がある狩りだったりして。何ですかそれは？ああ、サボりなのね、カポン君。カポン君はどちらかというと、座学よりは、運動をしたいタイプなんですかね。だからやたらとヘンリー君に、ちょっかいかけてくるのかな。ここで選択肢か。無難な話から立ち入った話までいろいろ選べますね。ちょっと立ち入った話を振ってみるよ。
プライドが高い回答ですね。ヘンリー君もカポン君も若者設定だけど、いまいち年齢がわからないよね。チェコ語版のウィキペディアで調べると、ラシック卿がラタイエに逃げ延びた1403年頃の記述では、カポン君が当主だけどまだ若輩でした。とは書いてあったけど年齢はわからなかったです。大人のようにも見える年齢ってことはティーンエイジャーっぽいよね。まあ、大体そのあたりでしょうけどね。こういう事情があると、カポン君の立場も安定はしてない感じなのか、近くに野心家がいると乗っ取られる可能性がありますよね。ジキスムントが暴れてる時期にそういう不安定さは良くないな。ただああそういえばバーツラフ4世って今ジニスムントに監禁されてるんだっけ。1403年頃には解放されるらしいですが、ゲーム上ではまだ見たいですね。貴族生活への好奇心をぶつけてみるよ。貴族生活は紫色の監獄って言いますもんね。王様になるといつも誰かが近くにいることもあるとか、プライバシーのかけらもないよね。統治って結局苦情処理係的な面はありますよね。そのあたりは都市開発ゲームやると痛いほど分かっちゃうよね。調子に乗って工場を建てたはいいけど、資源輸出が滞って収入が減って福祉を削るとか誰しも通る道ですよね。苦情を言われやすい学級委員長みたいな感じ。苦情言う方は生活かかってるので変な裁定下せないから大変ですよね。次は狩りの獲物について。いやちょっと今のレベルだとクマンチンは、やっぱり冗談だったか。私に弓で負けるやつがクマンチンを倒せるわけがない。ウサギって紫色の、もしかして私のことじゃないですよね。ゆかりさんはここにいるから狩る必要はないか。狩るのは動物にしてください。うん、カポン君が聞きたい本題が出てきたね。よっぽど聞きたかったんですね。ここまで話したら喋ってもいいか？ I don't know, sir. I didn't have time to count them. これプレイヤーが文章を組み立てられるのか？ Both of my parents were killed in Scalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbors, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern...そういうことを言うのがあかりちゃんだけで十分です。私そんなこと言ってないよ。I'm sorry, my lord, but for me, Scalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, 何気にカポン君、人の機微がわかるんですね。まあ、あの調子で話されたら続けにくいよね。暗くなってきたので、狩りは明日ですか。朝出発して夕方に着くとか、どこまで来たの一体？ Google マップで確認すると、ナタイエからプラハまで。距離約55キロを歩きで約12時間かかるそうです。今19時過ぎなので、13時間ぐらいかけてここまで来たのか。途中休憩とかするとはいえ、結構遠くまで来たんですかね。まあそんなことより、せっかく狩り場まで来たんだから、明日に向けてちょっと下見してくるか。ウサギ、発見！動いている目標に当てられるんですか？ふらつく腕じゃ接近しないと当たらないでしょ。だから、徐々に近づきつつ静止するのを待つよ。ウサギが止まったね。最初から当てるとかすごいですね。ノウサギの肉と当てた矢が取れたぞ。まさか撃った矢が回収できるとは思いませんでした。確率で矢がダメになるのかな。このゲームには狩猟スキルがあります。取得できるパークには買った獲物から追加で素材をもらえるものや森林内でのステルス性が向上するものがあります。狩猟のおすすめパークとしてレベル8から取得できる獣の心臓があります。このパークの効果は野生動物が逃げ出す距離が縮まることです。つまり、さらに近づくことができるため狙いやすくなります。近接武器が当たる直前まで、ウサギが逃げなくなります。もちろん、他の野生動物でも逃げ出す距離が縮まるので、狩りに非常に適したパークです。なお、レベルが低い段階では、ウサギはなんとかなりますが、鹿やイノシシは、結構速い速度で動き回るので、狩りにくいです。どうしても狩りたい場合は、障害物に引っかかるまで追い回して、近接武器で倒す方法があります。とはいえ、なかなか引っかからないので、時間がかかってしまいます。とはいえ、狩りは、しゃがみつつゆっくり近づき矢で仕留めるのが、基本になります。それでは良い狩りを。暗くなったので、キャンプ場に戻ってきたよ。下見のついでに、5頭もウサギ飼ってましたね。早速取ったレピオタっていうキノコと、ノウサギの肉を焼いてしまおう。しかし、明日が狩り本番なのに、今から飼ってたら、獲物なくなっちゃいますよ。いや、だって初めての狩りなんだし、狩りが面白くて、
目の前にウサギがいたらやっちゃうでしょ。その気持ちはわかりますが、明日カポン君がどっちがウサギを狩れるか競争だとか言い出しそうな気がするんですが。ああ、確かにカポン君なら言いそうだ。まあなんとかなるでしょ。生肉のままだと痛みが早いので、とりあえず肉は焼いちゃうよ。ごちそうさまでした。ウサギ肉が美味しかったけど、レピオタも肉厚で焼くと美味しいね。お腹も満たされたので、今日はもう寝ちゃおう。食べてすぐ寝ると、体に良くないですよ。食休みは大事って言うじゃん。おやすみなさい。というわけで、朝の6時まで寝たよ。まだ周りは薄暗いですね。狩りだから早く起きた方がいいと思って、6時起きにしたんだけどな。カポン君まだ寝てますね。まだ早かったか。これは、もしかして私に起こしてほしいのかな。だけど私は、そんな隣の家のおせっかいな幼馴染じゃないので、起こさないよ。ラノベとかで。そういう設定の子見かけますね。そして薄い本が分厚くなるととかやってたら、カポン君が起きてきたよ。6時ぐらいに起きるのは結構正解だったんですかね。カポン君ぐらいなら一人で狩れるでしょ。カポン君ちょっと怒ってますね。低血圧で寝起きは機嫌が悪いタイプなのかな。12時までにウサギを多く狩る競争になってしまいましたね。これはヤブヘビ、いえカポン君に実力を示す良い機会かな。だったら昨晩ウサギ狩らない方が良かったですね。まあ一晩開ければ出現率変わるでしょ。やは少し持ってきたけど、せっかくだからもらっておこうか。その勝負受けて立つぜ。カポン君の方が狩猟慣れしてるんでしょうけど大丈夫でしょうか。2時間で5頭のウサギを狩れるんだから負けないでしょ。あーハンデですね。わかります。もう勝った気でいるでしょ。あかりちゃん、今までの経緯から見てカポン君には負けないでしょ。じゃあちょっと矢をもらっていこう。では適当にカット。今のところウサギを4頭買ったよ。ちょうど鹿が近くにいるので買ってみるよ。鹿って体力ありそうですね。あれ当たってない。鹿やイノシシなどの大型野生動物は弱い弓だと一発で倒せません。ストレングスとアジリティを十分上げてから攻撃力のロングボウを使うと一発で倒せたりします。なので最初の頃に鹿とか狙うのは大変です。ちなみに至近弾や命中弾いずれの場合でも野生動物は逃げなかったりするので、見失わなければ狩る機会は必ず訪れます。あと出血ダメージもあるので気がつけば倒せていることもあります。あと地面に打ち込まれた矢は回収できるので、見つけたら回収することをお勧めします。それでは良い狩りを。近づきすぎると逃げちゃうし、かといって遠くからだと矢が当たらないし、鹿狩りって大変。側面回って当てられる面積増やした方がいいのでは。草や木が多いので下手に動くと見失う可能性があるんだよね。ではあかりちゃんが苦戦する様子を早送り。なんか10発近く撃ってる気がする。いい加減決めたい。そろそろウサギ狩りに専念しないとカポン君に負けますよ。やーやった、ようやく倒せたね。時間をかけた甲斐がありましたね。だけど結果が出せたので満足。狩猟スキルのパークが一つ取れるようになったので、ここは枝角を取れるパーク、アントラーズを取るよ。では獲物を取りに行きましょう。あれ、枝角は取れないのか。この子はメスなんですかね。で鹿肉取ったら重量制限オーバーになっちゃったよ。最大積載量86に対して所持重量116ですか。一回キャンプに戻ろうかな。重量制限オーバー状態だと動きが鈍くなるので結構大変なんですよね。今何時なんだろう。まだ9時半か。3時間半で鹿1頭ウサギ4頭ですか。まあ悪くないんじゃない。とりあえずキャンプに戻りながら狩りを続けるよ。でキャンプどこだっけ。あれ迷っちゃいましたか。気がつくとタルンベルグの方に近づいちゃってる。多分南東の方じゃないですか。そっちに向かってみるか。あかりちゃんが迷っている。様子をバッサリカット。ようやくキャンプに戻ってこれたね。しかし戻る途中にもう一頭鹿を狩るとかやりすぎなんじゃ。カポン君はまだ戻ってないのか。買ったお肉を箱に入れて近くを探索してみるか。約束の時間になりましたね。じゃあキャンプに戻ろう。戻っている途中にさらに鹿2頭ウサギ1頭を買ったよ。合計鹿4頭ウサギ5頭ですか。これならカポン君に圧勝できるでしょ。カポン君が悔しがってる悔しがってる。この勝負の勝てる範囲はよくわかりませんが、やっぱりカポン君はカポン君だなっていうのがわかるイベントです。カポン君は勝負ごとには律儀な感じですかね。チャーリンの銀貨がもらえて私はハッピーだよ。お、今度こそクマンジンを狩るのかな。いやさすがにそれは無理でしょ。カポン君について言ったらイノシシを発見したみたい。こっからだとよく見えませんね。
とりあえず黙ろうか、カポン君。これはゲーム的な演出ですよね。あのイノシシか。You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. 倒せちゃいましたね。カポン君の腕で一発でイノシシ仕留められるとか信じられない。Quiet! So...Next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow. あ、イノシシが起き上がりましたね。ちゃんとオチがつくとかカポン君持ってるわ。Fetch! Mount up, Henry. Chase down that swine! さすがに、馬の疾走には追いつけないですよね。じゃあイノシシ追いかけますか。あれ、失敗になっちゃった。イノシシを追うのは基本的に失敗します。別に失敗してもクエスト的には問題ないので気にしないようにしましょう。ではカポン君を見つけるまでカット。カポン君を探していたらクマン人のキャンプを発見。あれ、カポン君の声がしますね。もしかしてカポン君捕まっちゃった。ここでクマン人に連れ去られるとラタイエに戻れなくなりそうなので、カポン君を助けますか。どうするつもりですか。防具はギャンベゾンと貧弱なので正面からはやらないよ。それに相手は2人なので、ここは後ろに回ってステルスキルするよ。ステルススキルレベル5になるとステルスキルのパークが取れるようになります。パークを取って所持品にダガーがあれば相手の背後にしゃがんで近づけばステルスキルができるようになります。はい、チクッとしますよ。あの距離からできるんですね。よし、じゃあ一旦離れて種を外したらまたステルスキルを狙うよ。おっと、こっちじゃない。じゃあね、カポン君また来るよ。種が外れたので戻ってるところです。おや、これはカポン君が追っかけてたイノシシかな。抜け殻みたいで何も取れないですね。ではまた背後から近づくよ。はい、チクッとしますよ。で、この後はカポン君のわめき声を聞きながら、あかりちゃんはクマン人の死体を漁ったり箱を物色していました。使えるものを探し終わったのでそろそろカポン君を助けるか。こういう時は最初に解放するものでは。解放したらどうせイベントシーンでしょ。その後すぐに帰還するかもしれないと思ったら物色は先にしないと。そういえばカポン君キャンプに到着した時にクマン人を狩るとか言ってたけど、言った通りになってよかったじゃん。カポン君ボコボコにされてますけどね。Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit! I thought it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber! Is that any way to speak to a nobleman? ちょっと言い過ぎちゃったね。では、今回は、このムービーシーンが終わったら終了です。連続して、時間ギリギリとか、もうちょっと編集を工夫しないとダメですね。また見てねー。You're right. Those human swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already.Lord Capon! Get here, everybody! You, help him!